けれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は福岡県のマヨミックスさんの提供でお送りします。いつもご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。本当モニタリングとかモニタリング始まってる。そっか、なんかずっとそのおバカキャラからなんか路線変更してたり、うんうん、なんかやっぱもうママタレみたいな感じになってて、事情は次女は2015年に産んだ。それぐらいのそのなんか売れ切ってそのまあちょっとママタレントとして感じてるけど、その仕事のモチベーションどんな感じなんですか？仕事のモチベーション、まあでももうやっぱ割と一人目産んでからもバンバン働いてたけど、さすがに二人目を産んだ時はもう割ともうレギュラー番組もこうなんていうんだろう。定着というか、ポンはもう朝で、モニタリングで、あと CM もやってたし、まあ、雑誌だったりとかで、もう割とバラエティにバン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 そこまで出るっていうのは、岡野さんのそのレギュラーじゃない限りはあまりやってなくて、もうかなりセーブして、バラエティもそんなにもう結構決まった感じのなんか緩い感じ、もうそうだったら大変ですか？そう。もうちょっと保育園とかしながらやってたりとか。一人目の時は保育園とか全然決まんなくて、一人目が2歳3ヶ月まで常に現場連れてたんですけど、途中からもうそういう預けるところに行かせれるようになって、で二人目産んで、二人目も2歳から入れるから。で保育園は行ったことなくて、2人とも。だから結局1人目の子はもうプリスクールに行って、で2番目の子は1人目の時と一緒で現場に2年間一緒に連れてきてみたいな、で2歳になってから同じとこお姉ちゃんと同じとこに入れてみたいな。で割とそっからやっぱり自分の時間ができ始めて、ちょっと仕事とかも何だろう、楽しくてというか、なんつうの、なんか久しぶりにこう一人で、一人ですか？そうそうそう、だから仕事に行くのが一人の時間みたいな。どっちかとしてもちょっとストレス発散になるっていう。そうそう、リフレッシュになる。リフレッシュになる。どっかのタイミングはあるんです？そういうちょっと子育ての色々的な、まだ行かれるんですか？あ、でもね、一人目の時、そうもうだからいいともの時はもう産後打つ、うん、仕事にする時ははいになる。その仕事し、もうあのもう生放送中とか仕事してる時だけは大丈夫。そんな放送だったら全然、うん、絶対に感じなかったと思う、みんな言う、うん、でも余裕はマジでなかった。もう寝不足だし本当に超眠たいけど、もういいとものコモリさんを人に、あのメンバーの人たちに囲まれて仕事ができてる自分みたいな、それが楽しいし幸せだったから、結構そういうのでなんとその産後うつっていうのを紛らわしたりとかできてたんだけど、なんか夕方とかもともと疲れ気がちょっと落ち込んだなったり、なんかのそう、なんかそれ、何でずっとずつ解消されてたんですか？でも結局2年かかりましたね。次の子が行くの？そうで、次の子に行くのも本当は2個差で作ろうってなったんだけど、なんかやっと2年、上の子産んで2年経ってからぐらいから、だから結局やっぱ上の子をプリスクールに入れれるようになって、一瞬こう一人で仕事がね、仕事の現場に行けるっていうことができるようになってから、すんごいなんか気持ちが楽になってきたのと、やっぱり子供も成長するからもう言葉も通じるしみたいなあるじゃないですか。そうで、やっとかってなったのに、また今2人目を作って、また同じことになったらどうしようかって、からごめんって、ちょっと無理かもって、今すぐは無理かもってなって、で1年延ばして、そうで3個差で産んだのかな、だから3個差なんだけど、
そしたら2人目はやっぱ全然もう容量も分かるし、もうある程度なんかいろいろ分かってるから、なんなら超楽しくって、そうだから本当1人目の時はなんか、まあ分かってないと思うけど、リリナは、かわいそうなことしたなと思って、なんかもっともっと楽しくなんかでいろいろできたらいいなと思ったけど、強く言っちゃうなんかこうちょっと、なんだろうね、もっと自分自身が楽しくできたらよかったなと思って。仕事するのが精一杯だったし、で家事育児そう余裕がなくて、でも2人目はもう全然まるで違くて余裕だった。これ、まあ、もしかしたら仲良いのかとか、もうなんかある程度大丈夫だよみたいなとかいろいろで、そう、そういうのが掴めてるから分かってるし、そう自分で、まあ、なんかもう作りづらいとかはい、まあ、お別れになるんだよ、はいはい、普通はなんかそのマイスキャンダル入ったものが出る前からなんかそういう感じになってたんですか。もう本当にね、うん、話し合いのできない夫婦だったし、いろいろあるよね。まあまあそうですね、うん、だからいろいろメディアで言われたりとかするのもあるし、全部すごいユキナがねすごい悪いみたいな、すごいかわいそうみたいな、まあもちろん鬼嫁でやってたし、それもうちらのコンセプトだったから、そのね、ラブラブっていうの別にラブラブご夫婦なんていっぱいねいて、どっちかっていうとキャラクター的にもそっちじゃないから割とユキナが強くてみたいな、でそれでね面白いって言ってもらえて、フィルムフォー面白いって言ってもらえて、なんていうの、でいろんなお仕事もらったりとか、うちも夫婦大好きって言ってもらったりとかってもしてたから、まあ鬼嫁みたいな感じでいいやと思ってたけど、まあ割とやっぱそのイメージが強いから別れて、フジモンかわいそうってなるのもまあしょうがないかなって思うけど、夫婦普通に夫婦ってマジでいろいろあるじゃないですか、いろいろね。そう、だけどなんかそうだね、話し合いとかもできなかったし、まあ本当にすごかった、うん、だけど変な想像だけで言ってほ欲しくないなって思う。そう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 、ちょっと薄れてるなっていう感覚とあったっていう感じですか。ありましたね、あったけど、でもちろんなんかもうこれはテレビでもうあの言ってきたことだし、向こうも言ってて、ゆきのも言ってたんだけど、もうなんか喧嘩とかちょっとするためになんか離婚届をもう夜中でも朝でも取りに行って出されてたから、あなんか離婚したいのかなって思ってたけど、やっぱもう子供もちっちゃいし離婚したくなくて、頑張ろうよって、なんかそのもっとちゃんと普通に落ち着いて話し合いをして解決していこうよって、一つ一つのことに、ただ働いてるしだけどコミュニケーションを取る時間もやっぱりもうなくて、忙しい、そうで、ほとんどいないじゃん芸人さんって、いてほしい時間に、うん、夜とか、うん、そうそうそう、でいつも寝ちゃうし、で、まあ、話できなくて、で離婚の時いっぱい持ってこられたりとかもしてたけど、やっぱり子供のためにこれは違うって言って止めてたんだけど、やっぱりそういうことがあるとさ、これはもう木下ゆきなじゃなくて一嫁としては、なんかそのさ、本当に嫌いなのかなって思う、なんか本当に嫌なのかなとか、その喧嘩の時の発言とかね含めなるじゃん。だけどやっぱどうしても子供のためにそんなんで別れるのは違うと思ってたから、話し合いができないで、そうなんだけど、まあ、結果的にねちょっといろんなことあって、初めてユキナからもう別れようって、もう無理だよって、これもう無理だよって思って、その時に初めて彼にユキナから離婚届を出した時は、やっぱりこの離婚届っていうあの紙を何回も何回もね彼は持ってきて、でしかもびっくりしたのがテレビで、あるテレビでなんか。パフォーマンスだって言ってたから、それ持ってるものをユキナに出すことがもうパフォーマンスで、なんかそうビビらせようと思ったみたいなことを言ってるのを見て、
なるほどねみたいな、あーなるほどってなるじゃんちょっとだけどゆきなにとってはあの紙ってやっぱり婚姻届と同じぐらい重さがある紙だから、だけどそれを自分がもうあもうこれ無理だっていうことがあって、そうで初めて出した、そうそう、でもそっからでもやっぱいろいろちょっと2人の仕事もあったから、やっぱりね普通の夫婦の人たちみたいにじゃあもうそっから別居して、とりあえず離婚しないでも別居して一回考えるとかもできなくて、そう別居もできないから、で別れたいけど別れれない状況が何ヶ月も続いて、まあ結局何ヶ月っていうか1年ぐらいなんだけど、そうそれでしたね。マンションの中に行ってて、どういう感じですか？そうです、そうです。別に送り迎えを、うん、バス借りたら、うん、買ってたんですよね。そうです、子供にとって何がいいっていうことを最低限考えて、同じマンションに別に住んで、上下で、で、お互いが行けるときにとか、そういう風にやったら、その別れた後のなんて言うんだろう、何ヶ月に3時間とかさ、1ヶ月に何回3時間とかで面会時間とかってあるじゃん、なんかそれを決めないで、別に子供が普通に会いたい時というか一緒にいたい時はなんかパパと一緒にいればいいし、なんかそれをわざわざ面会時間決めてどうのっていうのはなんかそこまではしたくなくて、いくのが離婚のその弁護士の人に言われたんだけど、それは決めたくないですって、私は決めないですって言って、そうで子供が会いたいとき、パパが普通に一緒にいたい、会いたいとき、なんかどっか泊まりに行くとき、もうそれはご自由にどうぞだから、うん、で送り迎えとかもさ、送り迎えとかするのでさ会えるじゃん子供に、うん、そうだから割とそういう感じで、離婚の件が離婚のね1ヶ月前に起きちゃったの。離婚届を出すって決めてた1ヶ月前になっちゃって、そう最初から決まったけど、世の中的にはあれが落とせる出発作が見えたの。そうですね、そう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 、だからあの結構有名な人だからあれですけど、お姉さんが働いてたらお店があって、でだからそういう選挙があってそういうのを仕事の途中でやって揉めたくなる。そうですね、それはその一つ前に世に出たから、うん、その前、世に出る2ヶ月前、あ1ヶ月前ぐらいか、1ヶ月半前ぐらい。上の目だっけ、下の目だっけ、2番目の目、あと3個ぐらいあるから、うん、2個、あ、2個あるから、1個あるとおじちゃんは、それまで先送りやるからって何してたんですか？あ、専業主婦で、あ、うん、それで普通に仕事しようってバカって、うん、そう、ちょっと前とこの前とかもブログとかで結構あの一般の人とコメントでやれてたりしましたね。うん、してました。その気もというか、その炎上はもうやっぱ結構つきもので、うん、できない、うん、炎上型タレントではいった。だからでもだ結構血が残ったってことじゃない、うん、うんうん、でもなんかその時もね、やっぱりもうまだ仲良し夫婦でやってたんだよね、うん、でももうその時には離婚が決まってたから、うん、精神的にもちょっとお姉ちゃんを守りたかったけど、とはいえやっぱああいう文章になってしまったっていうのはし、あとね周りにねみんないるのに誰にも相談せずにああいう行動してしまったっていうのはやっぱりちょっとあの時精神的にはマジで不安定だった。うん、それはマジであった。離婚したくてもできない状況だし、でなんなら仕事は仲良し夫婦だしもうなんかわけわかんなくなってきちゃって、お姉ちゃんが仕事始めたと思ったらなんかうまくいってないみたいな。そう、より前ぐらいも結構人生のピークに辛いぐらいだった。めちゃくちゃ辛かった。2019年はもうその離婚決めてめちゃくちゃ辛かった。
その状況全部小学生以下いたんですか、本当のもろもろの状況。あ、でもゆきなのそのもういいともの時とかもずっと一緒にいたヘアメイクとかはもう、そう全部知ってるし、うん、すごい支えてくれて、うん、そう。これ安心なっちゃったから、ちょっと一気に仕事を休んでくるの。そう、活動休止になっちゃって。それは、報道が出てすぐにだったんですか。いや、報道が出て、出始めて1ヶ月後。あ、その1ヶ月間どういうことなんですか。モニタリングの収録もするし、でもなんとなく、あ、これ多分一回これ最後だなと思って、で最後かなって思いながら収録して、だ本当に最後に。ちょっとみなんか喋ったりするっすか。じゃあもうやっぱり大丈夫かって、どうしたら大丈夫かな。詳しいことは聞かないけど、辛かった。2019年辛かった。2019年辛かった。離婚したくてもできない状況で、仲良し夫婦で、はい、仕事だし、誰も言えないし、はい、離婚するっていう。タピオカがその後半に起きて、12月31日、2019離婚発表して、はい、この2019年は、ちょっと忘れられないなって。でもすごい、今となっちゃうもん。2020年は、まだ、コロナとまだまだ、どう過ごした。あ、もう活動休止だし、ずっと家にいたりとか、年明けて2020年になって、3月とかにはもうコロナで大変になって、4月1日から初めてのなんかロックダウンみたいになって、こんなに休むことが本当に、ね、芸能界って初めてだったから、子供のお弁当を毎日作ったりとか、もう本当に専業主婦として生きてて、子供となんかすごい、ママがさ、余裕というか、余裕じゃないけど、時間がさ、余裕あるし、仕事ないから、なんか子供と、すごい向き合う時間がすごい増えて、それはそれで、ある意味良かったなって。だから、そうっす。コロナ禍だから、喜んでいけないけど、でもずっと家で遊んでるけど。あんまり行きな、外には、なんか行きたくなくて、行けなかった。でもそしたら家で過ごしてって、すごく難しいな。こういうさ、学校に行く感じっていうのがちょっと引退宣言するまで。引退宣言ですか。その2020年の7月。へえ、それは事務所が辞めます。じゃあちょっと自分の話し合いというか、どういう心持ちですか。いや、もうこれ以上なんか復帰するってその5日前とかに言って発表したけど、あまりにも思ってた以上になんかもういろんなメディアとかいろんな人が早いとかなんでとかってなったから、なんか、なるほどねって。でなんかもうこれ以上やっぱり事務所にも他にもね、あの頑張ってるタレントの子たちもいるし、なんかもう迷惑かけたくないなと思って、なんかもう自分も、やっぱさっきの話じゃないけど、いい友だったりとか、なんかヘキサゴンだったりとか、なんかほんと紅白まで出させてもらったりとか、あの当時のなんかめっちゃね、盛り上がってる、めっちゃ盛り上がってるって言い方あれだけど、バラエティに出させてもらったりとかして、普通じゃ経験できないこといっぱいできたから、あ、なんかもうやりきったなって思って。でも多分こっから自分がなんかね、またバラエティに、出れるってなったとしても、もう多分前のユキナとしては、ユッキーナでは出れないって思った。できないって。そう。だから、引退しますって言いに行って。プロデューサーさんも褒められたけど、褒められたというか、まあ引退までする必要なくないって言ったけど、いや、引退しますって。ありがとうございましたってなって。でもそっから引退して、で、なんか何にもなくなって、で、まあ一応、本当に頑張って働いてきたし、いっぱい CM とかも出てたから、それなりのお金はちゃんとあったし、そう、だから、とりあえずは、自分の貯金で、なんとか、普通に、そう、
苦しまず生活はできるし、で、別にもともとすんげえ派手な生活しないし、そう、そういうお金の使い方も別にしないから、物欲めちゃくちゃあるわけじゃないし、ハイブランドめちゃくちゃ買うとかないから、そう、普通に、もうそこからなんかやっぱ引退して、ちょっとなんか、外にも出れなくて、マスコミの人とかもずっと家の前にいたりとかして、結局だから夏もほぼもう家に行って、で人間不信だし、精神的にもお薬を飲んでる時だったから、そう。コンピューター。そうです。そう、だから、あまり、まあ無理せず、自分が外に出たいと思って出ようと思って、でも割とこう、友達とかご飯誘ってくれたりとかして、で、子供とかとも公園で遊んだりとかするようになって、でもなんか、そうなればなる、なってみてもレストランとかで隣になった席のなんかおばさまとか、そう、若い子とかなんかキューみたいな、なんか普通に声かけてくれて、しかもなんなら今まで通り、なんかそれを改めて体験して、あ、こんな感じなのみたいな、別になんか何も変わってなくて、世間っていうかそういう実際こうやって会う人、知らない人、今までと変わってなくて、いきなり頑張って声で分かったわよみたいな、声で分かったとか、そういうのも多くて、それがだんだん自分も外に出ていいんだって、すごく声かけてくれる人のことで出やすくなった、出やすくなった、で子供も一緒に入れ、ね、外出れるし、そうで、そういう風に言ってくれる人が全然いるんだと思って、本当今までと何も変わらなくて、そういうところが、そう、だと思う、もういっぱい食らってきたから今でも食らってるし、だけど今まで頑張ってきた自分、木下ゆきなに、例えばヘキサゴンだったりとかポーンだったりモニタリングとかいい友だったりとか頑張ってきて、なんかその時の自分に助けられてるって思うことがいっぱいある。で今で言うと、そのなんかヘキサゴンあの時見てたちっちゃい子たちがもう大学生とか、ヘキサゴン世代なんですとか、初めて買った CD パパなんですとか言ってくれる子たちが今20代の子たちで、でね、ちょっとレストラン行った時にレストランで働いてる従業員の子がちっちゃいヘキサゴン世代でみたいな言ってくれたりすることが多くて、もちろんユキナも嫌いな人は今に始まったことじゃないし、もう元々炎上してるし、いる、必ずいる、誰にだって。だけど本当にもうみんな周りにも言ってるけど、あの時めっちゃ頑張ってやってきた自分に今すごい助けてもらってるってすごい思う。本当に良かった。全部ああいう番組とかになんか出れてきて良かったなって思う。でそれこそ死に物増えてあんま働かせて頑張って、そう、よかった。今のそのパートナー、楽曲はいつやるんですか？は、2020年の、引退してそれこそ外に出れるようになってきて、ご飯とか行けるようになってきて、でその時にもう車を買い替えようと思ったの、なぜかというと、もう本当にマスコミの人にもうナンバーも車のシャツも全部覚えられてるから、1年半ぐらいしか乗ってないんだけど、もう変えようかなと思って、でそれも全部今まで人任せにしてきたんだけど、例えば事務所だったりとか元旦那とか、ここから自分でやんなきゃいけないと思った時に動き方がマジで分かんなくて、あー、ちょっとそれ20日からもそういう感じだから、バカなのが多いんですか？そう、多分本当世間知らずになっちゃって、だけどなんかあえて自分をそういうね、なんか大変なところになんかやるみたいなのも結構好きなんだよね、なんか分かんないところに分かるようになるようにするみたいな、苦労するみたいな。でとりあえず、まあ、ベンツをずっと乗ってたからベンツが好きで、もう一回ベンツを買おう、買い替えようと思って、で、たまたま行ったそのディーラーさんのところが
あの営業終了後に案内してくれて、でそこになんかこういろんな、 なんか車の買い取りの人とかがいて、車も買い取ってもらったりとかっていうのもあるから、いっぺんになんかもしあったら話しちゃいましょうみたいになって、 そこにの中の一人にいた人がその人で、たまたま同じような案件の人の、そう、買い替えようとしてたらしくて、あ、むしろ車をなんか初めて新車で買うってなってたらしくて、向こうは向こうで、で記念すべきなんかこう初めての新車を買うみたいな、で初めましてみたいな、すんごい車の説明とかしてくれて、ですんごい喋るし、本当車屋さんの人だと思ってて車関係のそういう土地系のそうで、面白いし、ですんげえ超なんかすげえ超なんか喋りやすいし、超説明してくれるじゃんと思って、ちょっと仲良くなって、でこれってこういう保険ってどうですか、今保険なんですかとかすごい聞いてくれるし、いやなんかよくわかんないですよねとか言っても、わかんないんだよねみたいな、バババってやってくれたりまして、で普通にご飯食べるじゃん、そうだから実はジェリーなんですよねみたいなって、そのジェリーが知らないと嬉しくない、車屋さんだと思って車関係の人だと思って詳しい、うん、サッカー選手としてはぶっちゃけ知らないかったから、うん、そうでへってなって、そうなんだ、そうなんですよってなって、そこからまあどんどん仲良くなって、うん、そうでまあ雪菜的にはね娘2人いるし、何なら向こうもご存知の通り木下ゆきなだし、こんだけいろいろね、気のせいかなし、うん、まあ普通の女の子とお付き合いをするというスタンスでは、あのすごくなんて言うんだろう、覚悟がいる、うん、そう、あの女だよっていうのはもちろん言って、いろんなことを覚悟しなきゃいけないと思うしみたいな、もちろん多分言われるし、あなたもね、一応表に出る側だし、ね、スポーツマンだから、なんか、まあ彼も彼にいろいろ考えて、覚悟できてます、みたいな。で、お付き合いすればだったけど、子供がやっぱ優先なんで、っていうのはもうもちろん言ってるから、もし子供と、ね、彼が、うまくね、バイブスが合わなかったら、やっぱりユキナは子供、優先だから、その時にはちょっともうお互いのために全員子供、彼、ユキナ、お互いのためにお別れすることになると思うっていうのも、もう言ってたんだけど、だからといって子供に媚びを売るのも違うと思うしみたいな、でもこれって結構難しい問題だと思うからって言ってたんだけど、すんげー仲良い、すんげー仲良いの、あ、相性良かった、すんごい相性いいの、めっちゃバイブさってて、もう結構ママがやきもち焼くぐらい、もう学校終わって二人娘迎えに行って車乗った瞬間とか帰ってきた瞬間に見えたんはみたいな、いない、練習だよ、いつも通りだよ、ちょっと見えたに連絡して、今日何時に帰ってくるの、今日早いよねとか帰ってきた瞬間ハグとか、こっちがちょっとやきもち焼くぐらい超仲いいし、子供のことも、子供が寝た後にもなんか、お菓子食べながらとか、バームクーヘン食べながらとか、みたらし団子食いながらとか、すごいなんか、最近の話とか、子供の話とかもすごいしてくれたり、こういう時って俺はどうしたらいい？なんて言ったらいい？とか、俺はこう思うんだけど、とか、なんかすんごい娘のことを見てくれて、二人の時間ってやっぱもうないんだよね、やっぱ。なんかもう、ないじゃないですか、まあ、子供がいたら、子供いると正直だけど、それに対してもそれってどう思うって言っても、だってさって女の子だし、あともう何年とかしたらどんどん女の子だから余計離れていくじゃんって、自分の部屋に行ったりとかして、なんか一緒に寝たくないとか、今みんな4人で一緒に寝てんだけど、なんか今しかない、ないと思ったらさ、今そうしてあげたくないみたいな、とかそういうスタンスでいてくれるから、全然二人の時間できないとかじゃなくて、なんか二人の時間、二人の時間でなんか作ろうと思ったら作れるしみたいな、
でも彼女がこういう風にしたいって言ってると言ってくることはなるべくやっぱりそうだって本来だったらもうこんなにね大人びてて部屋に閉じこもったりなんかとかするのにリビングにいる方が楽しいとか、うん、ねえねえねえとか今日一緒に寝るとか今日リビングで雑魚寝しようとか、うん、もう可愛いじゃんみたいなもう可愛くってちょっとたまんないよみたいなで今こうやって俺にこうやって抱きついてハグとかしたりなんかすっごいベタベタこうやってやってやってすごいじゃれて遊んできてくれるけどこれだってあともうね変な3年とか4年とかしちゃったらなくなっちゃうと思ったら俺は本当の父親じゃないけどなんか今はこれをもう今しかないと思って全部こう受け入れることは受け入れたいんだよねみたいなだから2人の時間なんて作ろうと思ったら作れるんだからみたいなことを言ってくれるのがやっぱ一番嬉しくって、うん、やっぱ子供にもママありがとうミュータンと付き合ってくれてとか出会ってくれてありがとうとかそんなこと言ってくれるなんて思ってもなかったからすごい人生が引退してから楽しい、うん、楽しいって思えるようになって子供車たまたま解体式同じ日にたまたまいたって思ってたよねよかったっすね、そんないい人とまたここで出会えた。いや、本当によかった偏見なくて、なかなか出会えないですよ、うん、普通に考えたら家族みたいになるってすごいですよね、うん、その状態に、なんかまあ、パパであってじゃないですか、はい、元旦那、はい、元旦那に対して、はい、だから、旦那さんがその今のその、仲良しパッてなってることにちょっとこう役に立てるじゃないですか。あ、でも一回話したのが、なんかそのリーナとマカナが楽しいんだったら、とか、そのリーナとマカナのことを、そんな風に思って接してくれてるのは本当にありがたいし良かったってこと言ってて、うん、まあそうだよねって。それは良かった。ねえ、だって。嬉しいっす。うん。本当の父親じゃないのに、ねえ、変な話はっきり言ったら、なのにすごいやっぱ、すんごい考えてくれて、やっぱユキナの話もとか、本当その寝た後、ユキちゃんって言われるんだけど、ユキちゃんもうちょっとなんかあの時はなんかああいう風な感じで言わないで、もうちょっとこうしてあげた方がいいと思うんだけどとか、リーナがさみたいな、もうちょっとなんか多分ちょっと余量悪くて、なんかちょっといつもタイミング悪い子だから。なんかもうちょっとそれをゆきちゃんがみたいなアドバイスしてくれたりとかいいと思うよとかすごい子供たちがミュータンが来てからなんか、うん、めっちゃ笑うようになったしすっげえ楽しいって言ってくれてすごい良かっただから彼の試合彼お母さんもう小学校中学校高校生なんかもうプロになる前からもう亡くなっちゃって、うん、そうだからなんか母親じゃないけどなんかやっぱなるべくホームの試合の時はもううちら全員で、そう見に行こうねって言って、うん、そうみんなでイキナの仲間もそうだしみんなでワイワイ見に行って応援しに行くっていうのは決めてて、そう大宮とか行けますか、ね、そう行ける、うん、でこの前湘南だったし湘南も行けたんで、半分の数行きやすい、そうそうなんですよ。ちなみにそんな中でその最近ヌードですか、はいはいはい、ヌードじゃないんだけどね、ヌードって言ってもそうか、あのトップとかそう出てないからな、そう乳首出てないのよ乳首出してないのよそうで結果なんか期待裏切られたとか、なんだよ乳首出てねえじゃねえかって なって勝手にこうさヌードヌードってなって、そうだよ、だって手ぶらのさ写真集ってか本なんて出してるし、もともとそう雪菜的なっていうのも手ぶらだし、別にそんなにあの普通のことしたつもりはなくて、ないないない、だから今だから余計さって言うんでしょって、あ、で結局さ、それだと乳首出したら出したでさ、二児の母なのにとかさ、なるでしょって思うのね、ああいうの見てると。でも僕に出してなくてごめんねって思ったけど、別に出してないからヌードじゃないんだけど、そう、なんだけど、普通にその撮影も子供はなんか、え、どのページが好きとか言って、やったりとか。うん。
YouTube はまあもともと芸能界にいる時からもうそういう話はあったんだけど、なんかそのもう YouTube もやってタレントもやってとか無理でしょ。だから割とはやれる機会があったらいいなって思ってて、でも結局引退してからやっぱり YouTube の人からめちゃくちゃ声かけていただいたりとかしてて、そのタイミングが来たらやりたいですねってなって、でまあ裁判終わったタイミングでやるっていう感じではなってて、タピオカの方さ、タピオカ裁判、あ、結局裁判ではどう、裁判は1000万円って訴えられてて、だけどいろいろあのいろいろなお話があって、それが40万で、はい、終わった。はい、そうですね、もう判決なんで。木下組も今もある、あります。それでも事務所が引き継いでるか、いやもう全く関係なく、新しくまた作りますね。はい、ありがたいですよね。だからそういうファンの人とかがやっぱついてきてくれる人はいるから、そういう人たちに向けてね、ファンクラブじゃない人でもやっぱり未だに応援してくれてる人はいるから、そういう人たちに向けてなんか自分ができることだったりとか、ちょっと芸能人の時とかまたちょっと違った感じで発信できることがあればやっていきたいなと思うし、それでちょっと自由にできます、ね、うん、できる。ドライブのやつが回ったりするけど、これは回らないんだったら実験です、うん、そう、今、あ、これあれなんだとか、そう、だからもっとみんな言ってみたいな、もっとコメントちょうだいとか、でもどうしたらいいかなとかちょっと相談しちゃったりとか、うん、動画内とかで、これ大丈夫とか。今もだいぶ割ともうかなり心的には健康的だったんですか。健康的になりましたね。なんかここ最近特にもう、うん、そういうお薬も飲まなくなって、飲まないでもちょっと大丈夫になってきて、そう、やっと3年かかった。結局だから2019年だから、ちょっと光が見えるとこ出口、長いトンネルに入ったなって思ってて、あの時からで長いトンネルからやっともう出口に出れたなって思って、一回ね、まだこれからいろいろなこと大変なことあるけど、一旦そのあの長いトンネルのからはいろんな意味でやってね。うん。薬飲んでたけど、これはお医者さんに言われてる服用以上飲んでたの、服用分だけ。もともとそういうあんまなんか風邪薬とかも好きじゃないタイプ、漢方寄りのタイプなんだけど、そういうまさか自分がそういうね、パニックだったり不安症とかそういう薬を飲むっていうことが、ちょっとパニック症状で言ったらちょっとあったんですか。あ、全然ありません。歩いてたら本当に止まらない。歩いてなくてもなんか普通に急に、で割とも映画館も結構きつい感じがしてて、なんかそれちょっと狭かったり暗かったり、飛行機とかも結構やばい、未だに。あ、今感知はしてない、感知はしてないかもしれない。だけどなる感じも大体自分でなんか分かってきたし、予兆が、うん、だからそういうの分かってきたし、飲まないでなんかちょっと気持ちなんかちょっと違う方向に持ってってとかっていうやり方が分かったから、割とそうだね。ここからは子供のためにって言うけど、まあでも結果自分のためなんだけど、ねえ、もなんかまたちょっと芸能界の時と違うやりたいこと、例えば今で言うとなんかスキンケアの開発だったりとか、まあちょっと自分がねその引退してからめっちゃ太っちゃって、そう今はもう戻す、はい、戻したし、なんなら芸能界にいる時とかよりもよりなんかいい体になって筋肉つけたりとかして引
き締めるとこに締めたりとかして、もうなんか初めて自分がなんかすごいそういう悩み、なんかもうどんどんやどんどん太っていくし、でもなんかやめれないし、そうでなんかその精神的にも食べれる時に食べたいものを食べてごまかしたりとかお酒飲んだりとかしてたから、どんどんやっぱりもう今までね20代の時とかに つかなかった場所に着いちゃったから、そうでも結局もう芸能界にいないしテレビも出ないし別にいいやって思って、どんどんやばくなっちゃって、今から1年前ぐらいからそうあの体質改善始めて、それでいろいろなんかいろんなことを自分自身も知れたし、マジで続かないとか、でそれでなんか結構商品開発みたいなのも携わったりとかして、そのサプリすっごい楽しくって、芸能人の時だったら太ってる感じのところとか出したくないしごまかしてなんか やるしだけど、今のいくのは逆にもう芸能人じゃないしリアルだから、 YouTube も含めだから、なんかもう太ってた時の自分出して、でこれをやってこういう風にやったりとか思ったりとかして1年かけて買って痩せたよっていうのを逆にも美容アフターで見せようって思ったりとか、そういうなんか意識も変わったし、前だったら絶対そのね、なんていうの、そう見せたくないし見せちゃいけないと思ってたけど、別に今やばくねみたいな、めっちゃ太ってたじゃんって言われてもそれが本当だし、だけどだったからこそこういうことをして頑張って努力して1年かけてこうやって痩せたよとかっていうのも言えるようになったから、そういうなんかツールとして SNS 自分のインスタだったりとか YouTube だったりとかをなんかそういうなんか活用してなんかいろんなことやっていきたい。なんか痩せたからさ、なんかまたさ、え、また病んでんのとかさに そうそうそうに ならないかなと思って、でもそういうことじゃなくてもうマジでやばいから痩せようと思って、だからそういうね、なんか自分のことを大切にするのもメンタルにめちゃくちゃ関わってくるから、この1年も大変だったけどいろんなこと言われてきたし、だけどその太ってる写真を普通に載せてる写真を妊婦だとか3人目かとかこの1年も言われてきたから、そうだって実際フライデーにあの彼とのことを初めて突撃された時も本当に 聞かれたの記者に、なんか今ニュースで妊娠されてるとか言われてるんですけどどうなんですかみたいな、いや、ね、本当に太っただけなんだけどだから、ね、マジでとか言って失礼とか言って、それぐらい言われてきたからなんかそれも含めうるせえなって思ってたけど、じゃあもうそれも含めもう自分にとっての活力にしようと思って、うん、見とけよみたいな、ちょっとね、そう楽しみです、やっとね、いろいろでも本当に頑張んないとって思ってね、そんなもう貯金でね生活なんてさ、やっぱりさ、やっぱりできない、働いてないとダメなタイプだから自分的にも、だからやっぱりしっかりちゃんと働いて子供にとってちゃんとした生活が送れるように頑張る、頑張る、本当に頑張ります。ありがとうございます。どんでもない、本当いや嬉しかった、このなんかお話もらって2人目これ渡ったの、ありがとう、関根さんもすごい優しくってさ、飾ろう、飾ってみます、嬉しい、待って、僕の予算で作ったもんじゃないですよね、普通に僕がただめっちゃ高いんだよね、まあ、オリジナルですかね、言ってた、それは言ってた、大切にしよう、だってね聞いていくのね、はい、いいとものね、はい、最後の台本と、はい、台本あるの、まあれと、ね、そうあのきっちりね特別な日が、それ、うん、それとなんとかね台本持ってんの、テレフォンショッキングも2回出てるから、プレート、うん、プレートも2個持ってるし、もうユキナのもう本当に一生の思い出、いや確かにね、
ちなみにさ、そうか、もう芸能界は別に元学じゃないから、うん、なんていう人たちに会いたいってのは、まあ、あんま叶えづらいのか。普通に会ったら謝りたい。あの、その例えばプラマヤさんとか、プラマヤさんとか、ナオト君とか、迷惑かけてごめんなさいみたいな。もっとちゃんと一緒にやりたかったなって思うけど、もうあれ以上番組にも迷惑かけれなかったから。そう、そう、長年お世話だった番組ですよね。そう、でもそれも両方がいつかできるかもしれない。分かんないけどね。知らないけど、そうそう、芸能界にとって14年、めっちゃ良い思い。私本当にその14年の木下ゆきなに今助けてもらってるから、うん、頑張ってきてよかったなって思う。いろんな人に声かけてもらうし、本当に昨日もね、目黒不動尊のお祭りに行ったんだけど、普通にピアの人とか、はっきりな写真撮ってくれる全然いいよっつって、セルフィーでよくないみたいな自撮りとかしたりとか、なんかすごい楽しいし、写真撮ってほしい。ゆきなさん撮ってほしい。説得だし、今撮ってほしい。撮ろ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 。はい、チーズ。顔文字は文字合わせなんですよ。嬉しい。いや、わかりた。本当、年に近いのに、ほぼ人生違うか、違うのかとか思いながら見てましたけどね。だから、その別、なんかすげえ雲の上みたいな。だって、なんかもう一回売れ切って、子供産んで落ち着いて第二ステージ行ってるみたいな。なるほど、見えてました。普通にめっちゃね、見まぐるしかった。まあね、すごいマジですんげえ、いろいろ早かったじゃん。冒頭の5円とんでもない。だって詰め込みすぎじゃないですか、トピックすごかったの。で、爆売れ、交際、爆売れ交際結婚みたいな出産みたいな展開早すぎた。展開すごいっすね、うん、まあ、生き急いでる感じしたもん。生き急いでるみたいな。生き急いでますね、確かに。マジでなんていうか、しかもなんか結婚してからも働いてるしみたいな。そう、働いてる。落ち着かないんだみたいな。落ち着かない。うんうん。あ、でもちょっと今待ってますもんね、お子さん。ありがとうございました。ありがとうございました。もうマジめっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。じゃあね、ありがとう、気をつけて、バイバイ。しょうがない、しょうがないな、いいかな。